皆さん、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。さて、前回は尾張藩の解説ということで、特にその成立から、7代、8代将軍の後継者争い、そして、今に栄える尾張名古屋の基礎を築いた人物として、歴代藩主の中で最も有名なお殿様である、徳川宗春公の前半生を解説しました。今回はその宗春の部分の後編、続きってことだな。そう。それで、前回は長年にわたり部屋住みであった宗春が、5連氏柳川藩の藩主を経て、御三家筆頭の尾張徳川家の当主になるところまでを解説したわけなんだけど、22人兄弟の20番目っていう、普通だったら絶対家督を継げない立場から、相次ぐ兄や甥の死で藩主の座が回ってきたという。そうね。改革に行き詰まる吉宗の前に、彗星のごとく現れた人物としてイメージされがちな宗春も、長い部屋住み時代を経て、ようやく藩主となった苦労人であったということなのよね。部屋住みの身分から相次ぐ兄の死で藩主になったっていう境遇は、吉宗とよく似ているところだよな。まあ、吉宗はだいぶ早い時期に綱吉に謁見して、大名に取り立ててもらっているから、34歳まで部屋住みだった宗春とはちょっと違うんだけど。そうね、その辺は前回も解説したところだけど、吉宗自身も長い部屋住みを続ける宗春を大変気にかけていて、異例とも言える待遇を施している。大名に取り立ててくれたのも、藩主に抜擢してくれたのも吉宗だって話だったし。この頃までは、吉宗も宗春を憎からず思っていたっていう風に考えるのが妥当だよな。さて、前回はこの宗春のあまり触れられていない部分、尾張藩主になるまでの経緯を解説したわけなんだけど、今回はいよいよ藩主時代ってわけだな。それで、マリサは尾張藩主としての宗春っていうと、どういった人物像を思い描く？まずは派手好きの放蕩者。いわゆる歌舞伎者のお殿様で、大変な女好きであったというイメージだな。そうね、宗春が吉原に頻繁に出入りしていて、遊女を身請けしたっていうのは有名な話よね。そして倹約令の最中だというのに、芝居や遊郭を認めたり、領民に盛大に祭りをやらせたりといった、幕府に対抗するかのような政策を取り続けたんだよな。そのおかげで名古屋は元気になったけど、結局は財政が苦しくなって失敗。最後は吉宗の逆鱗に触れて強制的に隠居させられてしまったという。そうね、定説ではそう言われているわよね。時代劇では吉宗をライバル視する変わり者とか、悪の黒幕として登場することが多い、ちょっと悲劇のお殿様って感じの人だよな。一昔前の宗春像は、名君でヒーローである吉宗の敵役、かませ犬として語られがちであったんだけど、近年では、規制緩和による自由政策によって、尾張を大きく反映させたその政治手腕を、未来を見据える先見性のあった人物として、高く評価する向きがあるわ。まあ、吉宗を手放しで名君とする世間の風潮を良しとしない意見も多いからな。質素倹約を実施した吉宗の比較対象には、格好の人物ってわけなんだよな。と、そんなところで、本日は、過度な倹約政策によって、人々の生活から活気が消えていた世の中、宗春が尾張で実施した様々な改革。時には派手に、時には謙虚に、その庶民に寄り添った慈愛の政治で歴史に名を残した、尾張藩主、徳川宗春の後半生をお送りします。さて、この享保という時代は、元禄という絢爛豪華なバブル期が終焉し、世間は不況の真っただ中。自然災害や飢饉が相次ぎ、幕府も財政難にあえぐようになっていたの。そうだったな。武士は収入である米の値段は上がらないのに、物の値段だけは上がっていったわけだ。そこで将軍に就任した吉宗は、世に享保の改革と呼ばれる幕政改革を実施するわ。これこの前解説やったけど、要は幕府の財政難からの脱却と、幕府の体制を立て直すことを目的とした改革ってことだったよな。そう、その内容が非常に多岐にわたったのは前回解説した通りなんだけど、その骨子はなんといっても質素倹約。支出を抑え贅沢を禁止した、いわゆる緊縮財政ってやつだよな。当時は大名といえど庶民といえどカビ贅沢は慎まなければならなかった。派手なファッションはダメ、芝居や遊郭もダメ、祭りもダメ、贅沢な食事もダメってやつか。これは幕府の政策だけど、当然諸藩も右習いだよな。そう、当然これは江戸だけに限らず、全国の幕領や諸藩にまで及んでいたんだけど、もちろん、御三家であるこの尾張も例外ではなく、家臣、領民に対しても厳しい倹約を課していた。そりゃまあ御三家だし、率先して実行しなければ立つ瀬がないからな。そこに颯爽と現れたのが我らが宗春公。彼がまず藩主となって真っ先に行ったのが、江戸藩邸における門限の撤廃、それと株温浴の解禁ね。宗春は部屋住みの頃、この決まりに悶々としていたんだろうな。俺が上になったら絶対こんな決まりなくしてやるっていうノリで、藩主になっていの一番で実行したわけだ。もちろん、ただ規制を緩めただけではなく、ちゃんと公儀や藩の決まりを守ることをしっかり言い含めているし、幽閉されていた義道の実母である本寿院の蟄居と位も出している。仕事と家庭を大切にしながら、きちんと決まりを守った上で大いに遊べってことか。そして継ぐ友のもが明け、御三家当主として颯爽と江戸城に登場した宗春は、晴れて吉宗と対岸。吉宗から従三位右近の中将の官位と、宗の意味名を受け、正式に尾張藩主、徳川宗春が誕生する。宗春爆誕、だな。享保16年3月、三位左近の中将に叙任。4月には藩主となって初めてのお国入りをするんだけど、ここで宗春は一計を講じます。全員が華麗な衣装で着飾ったってやつだな。そう、この名古屋入府の際の一行のいでたちはまさに大衆の度肝を抜くもので、なんと殿様である宗春自らも、籠ではなく馬にまたがり、絶好性の唐人笠をかぶった全身黒ずくめの衣装という、まさに歌舞伎者。江戸時代の花の刑事だな。厳しい倹約令によって辟易していた尾張藩の領民は、驚きと感嘆のため息をついてこうつぶやいた。この殿様なら何かをしてくださる、と。このように、豪快で派手。幕府の倹約令に反発し、突拍子もない行動をしたという印象が強い宗春。しかしそれは、長い部屋住み時代に培われた、彼のある理念に基づいたものであったのはあまり知られていないのよね。ここに彼の著書である、音痴西洋をご紹介します。この音痴西洋は、宗春が藩主になった翌年の、享保16年に記された21か条からなる政治宣言書で、政治は大きい愛と、広い寛容な心で行うという、彼の政治信念を知るにはうってつけの資料になっているわ。吉宗に対抗するために、わざと反対の行動をとっていたのかと思っていたけど、この条文を見るとなるほど納得ってわけだな。なんだか今でもなるほどってうなってしまう教訓ばっかりだけど、一番宗春らしいのは、8条の規制は最小限でいいっていうのと、9条のお金は生かして使えってところだな。あと、12条の芸能は庶民の栄養だってところもさすがって感じするぜ。これは後に製本され、主だった家臣に配られたわ。一説には吉宗にまで献上されたっていう。写本も多く出回ったことから、当時様々な人の目に触れたと言われている。でもさ、これ、実際に幕府の政策を皮肉っている内容ばっかりだよな。そうね、でも宗春は一歩もひるまず、自身の信念に従って、この慈愛の政策を次々と実行していくことになるのよ。さて、この御三家筆頭、尾張徳川家のお膝元である名古屋。今でこそ大都会の名古屋も、この頃までは、京や大阪、江戸と比べれば大きな村に過ぎず、尾張名古屋は城で持つ、の言葉の通り、名古屋は立派なお城だけが名物と言ってもいい、侍の町であったの。そうだよな、よく考えたらあの信長や秀吉、そして家康だって尾張の人だけど、みんななんでか拠点は別に移していたからな。前藩主の継友は、両国の尾張でも厳しい倹約を課していたため、どこもかしこも活気が失われていた状態であったの。そんなみんなが意気消沈としていたところに、新藩主の宗春がド派手な衣装で登場すると、宗春は人々の期待に応えるように、様々な娯楽を推奨するお触れを次々に出すの。芝居の興行を100倍に増やしたり、遊郭を作ったりと、まさに質素倹約に真っ向から対立するような政策を次々と行ったわけだな。特にお祭り好き踊り好きだった宗春は、倹約令で規模が縮小されていた東照宮祭と祇園祭を昔のように派手に実施させ、城下に庶民誰もが参加できる盆踊りを推奨し、なんと七夕からお彼岸まで、1ヶ月半にもわたって盆踊りをさせたという記録があるほどよ。1ヶ月半って、もはやド派手や豪快を通り越しているような。派手なだけではないわ。宗春は暮らしやすい街づくりにも力を注ぎ、藩士を巡回させて街の警備に当たらせたり、死刑を廃止したりと、その慈愛に基づく政治姿勢を随所に見せている。女性や子供でも安心して夜で歩けるようにと、提灯を街にたくさん置いたなんてエピソードはいかにも宗春らしいよな。さらにこの宗春は、領内の巡視をよく行った殿様で有名だったんだけど、そういった場所でも宗春のファッションセンスは遺憾なく発揮されている。白い牛にまたがっていたっていうのはめちゃくちゃ有名だよな。牛は城下の下屋敷に行く時に行ったパフォーマンスなんだけど、そういえばよく宗春というと出てくる、牛に乗ってキセルを加えた絵って、あれは宗春を演じている役者を描いたものなんだよな。そう、そのあまりのインパクトの大きさからか、後年芝居として演じられるようになって、それが宗春のトレードマークとして定着してしまったってことなのよね。このように、宗春のあまりのド派手なパフォーマンスは、行った先々で人々の目を奪い、大いに喜ばれたと伝わるわ。そりゃそうだよな、殿様って普通庶民が顔を見れるような存在じゃないし、それを宗春は率先して見物させたというから、当時の人はびっくりしただろうな。庶民の見えるところでは奇抜なパフォーマンスが多い宗春も、公的な場所ではきちんとした正装で臨み、その素養の高さを見せつけているのよ。まさにセンスの塊のような人だよな。この宗春の一見突飛に見える行動は、厳しい倹約の中で意気消沈としていた領民に、その派手な姿を見せることによって活気づけ、喜ばせるためであったの。自ら道化を演じて庶民を楽しませたってことか。こうした暗闇に強烈な明かりを灯すような宗春の政策は、かつてないほどに名古屋に活気を生み、その状況は瞬く間に全国に知られることとなったの。倹約令でどこもかしこも明かりが消えたようになっていたからな。名古屋には、噂を聞きつけた芸人、商人はもとより、全国から多くの人々が集まってくることとなったのよ。一説には2万人の人口が流入したと言われ、その賑わいっぷりは、今日、江戸をもしのいだとも言われるほどであったの。終わりの賑わいは今日も興ざめたってやつか。以降名古屋は京、大阪、江戸の三都に続く都市として、賑わいを見せていくことになるのよ。今の名古屋の賑わいの元は、この宗春が作ったっていうわけなんだな。こうして宗春という人は、庶民を楽しませるとともに、自身も大いに楽しみ、そして豪快に遊んだのでした。でもさ、こんなに豪快なことをして、吉宗に怒られなかったの？もちろん怒られます。そもそも吉宗が推進していた享保の改革って、誰のための改革だったかわかるわよね。誰のためって、そりゃ幕府だろう。そう。開府以来100年。凝り固まってしまった幕府の組織を再編し、元禄以来の放満財政を立て直して、もう一度将軍を頂点とした幕藩体制を再構築しようっていうものよね。綱吉以来の側近政治と、六代七代の正徳の地の否定だな。そう、その中でも財政再建は最も重要な必要命題だったのよ。そうだよな、厳しい倹約令や、物価を下げて米の値段を必死で上げようとしていたのはそのためだったんだよな。吉宗の行った財政再建策は、主に厳しい決まりによる締め付けと、なんといっても増税による税収の確保であったの。吉宗が増税を行ったことはあんまり知られていないんだけどさ。これによって幕府の財政は一応黒字化し、改革は成功であったとされているけど、この行き過ぎた緊縮政策は、町の暮らしを暗くするとともに、百姓に重い負担を強いることになったわ。慈愛の政治を求める宗春には耐えられないことであったんだな。でもさ、吉宗も目安箱を設置したり、飢饉対策をしたりと、庶民思いの政治をしていたよな。ただ吉宗のそれは、あくまで官僚側として庶民を管理し、統制するという範囲によるものよね。確かにそうだよな。宗春のは庶民主導の発展を目指したものだったし。そしてその改革を主導した人物がこの人よ。ドラマで阿部寛さんが演じていた。吉宗政権後半、老中主座であった松平典里は、享保8年から足掛け20年にもわたり、吉宗の下で改革を主導した人物で、よく言えば真面目で仕事一筋、悪く言えば過剰に疎く冷徹な官僚といったタイプ。出自も嫡男で正室との子という、20番目の末弟で生まれた宗春とは全くの正反対の境遇だった人よ。江戸生まれ江戸育ちのお坊ちゃまじゃ、庶民の気持ちなんてこれっぽっちもわからないだろうからな。徹底した組織人であった彼は、幕府の政策の真反対を行く宗春の言動を面白く思うはずはないわ。いくら御三家の所領とはいえ、官僚はプライドが高いもんな。それに肝心の吉宗にしても、いくら宗春を憎からず思っていたとしても、それはあくまで個人としてのこと。改革を推し進める、幕府の長という立場があるわけよね。藩主と将軍では立場が違うってことだな。それに、将軍先生であったと思われがちな吉宗も、この頃になると典里の権限が増し、吉宗はあまり口出ししなくなっていたとも伝わるくらいだから。幕閣、特に典里は宗春の存在を疎ましく思い始めていたってことか。宗春が今日で出版しようとしていた著書、音痴西洋が、幕府によって差し止められてしまった事実を見ても、相当しこりがあったと見るべきね。あれの内容は、暗に幕閣の政策自体を批判しているような節が多分にあったからな。ある時、江戸で嫡男万五郎の節句の祝い事をしていた時のこと。倹約令の中派手に飾り付け、お祭り騒ぎであった尾張藩邸に、噂を聞きつけた江戸庶民が殺到。多くの見物人が出る始末であったとか。江戸っ子は元から派手好きでお祭り好きだからな。これを見た宗春はというと、なんと集まった町人を藩邸の中に招き入れ、飾ってあった家宝の武具を披露したり、祝い酒を振る舞ったりと、町人たちを散々にもてなしてしまったのです。御三家筆頭ともあろう尾張藩の屋敷に、見ず知らずの町人を入れるって、こんな前代未聞なことをしていれば、当然公儀の耳にも入るってわけだな。そう、国元のことはまあさておきとして、お膝元の江戸での派手な振る舞いに、さすがの幕府も堪忍袋の緒が切れてしまうの。通説ではこの年の5月に、吉宗から使者が使わされたと言われていて、内容としては、さっきの江戸藩邸での出来事と、倹約令を守らず流教にふけっていることへの質問であったんだけど、宗春は上位として一応受けるも、持論を展開し、一歩も引かずに反論したと言われているわ。このひょうひょうと使者に対して諭すように論破するシーンは、宗春を語るのには一番の見どころでもあるんだよな。最近ではこの質問自体に疑問符をつけている資料もあるんだけど、実に宗春らしいエピソードではあるのよね。そんなこんながあったこの年、宗春は従三位権中納言に昇進。これ以降、宗春は人々から尾張の黄門様と呼ばれ親しまれていくことになるわ。尾張って言えば大納言ってイメージだけど、実はこれは極間で、ある程度長い期間藩主でいないとなれないんだよな。だから若字にした先々代の義道も、先代の継友も権中納言止まりだったし、尾張の藩主が全て大納言ってわけではないのよね。尾張宗春イコール大納言ってイメージが強いのは、おそらく暴れん坊将軍の影響だと思うんだよな。まあ、劇中の宗春は設定からして完全なフィクションなんだけどさ。こうして幕府とすれ違いが表立つ中でも、自らの信念に基づく政治を続けてきた宗春。しかし、栄えゆく町を尻目に歪みも目立つようになってくる。緩めすぎた風俗は、それに溺れるものを生み出してしまうの。まあ急激な拡大に歪みはつきものなんだけどさ、そもそも宗春はちゃんとやることやって、その上で大いに遊べってスタンスだったんだよな。さらに、増税を行わなかったことや、自身の派手な生活から、藩の財政が悪化。やがて自らの路線を変更せざるを得なくなることになっていくわ。享保20年、宗春は家臣に対して、遊郭や芝居場所の徘徊、博打などの行為をはっきりと禁止するお触れを出す。さらに、翌年には遊郭の数を縮小させ、新規の芝居小屋を禁止するなど、今までと打って変わった引き締め政策を実施するの。そりゃ、家臣や領民が怠けたり困窮してしまっては、慈愛も何もないからな。そして多額の財政赤字を補填するべく、所領の村々から合わせて1万両近い借財を行っている。いやはやこれは、いよいよもって宗春も白旗ってやつか。まあ、宗春の政治を苦々しく思っていた者にとっては、これは空見たことかって状況なんだけど。でも、これは必ずしも宗春の政策の失敗を意味するものではないという見方もあるわ。どういうこと？宗春が遊興禁止のお触れを出した年の9月、幕府は大名、旗本に対しての遊興徘徊禁止令を発布。これは宗春が実施する5ヶ月後の出来事だから。幕府の法令に先回りをして禁令を出したと。そう、さらに領内で引き締め政策を実行した年にも、幕府は小判の改鋳を行っている。つまりこれも改鋳によってインフレになると分かっていて、先に手を打っていたということか。領民からの借財も、このインフレによって不足する金銀を、一時的に補うための方策であったとする説もあるわ。宗春がいかに情報通であったかがわかる出来事だよな。失脚の原因となったと思われる財政赤字に関してなんだけど、幕閣がこれを理由に宗春への圧力を強める中、同じ御三家で当の吉宗の出身母体であった紀州藩が、大赤字を抱えてしまっている状況であり、面目丸つぶれな吉宗は、終わりではなく、紀州に対して強く叱責したと伝わるわ。赤字だったのは終わりだけではなかったわけだからな。とは言っても、表面上は終わりは火の車。いかに城下が活気を呈しているとはいえ、自身の懐が潤うわけでもなく、幕府からの圧力も強まるばかり。当時は儒教の影響もあって、商人を百姓並みに課税することはなかなか難しい時代であったんだもんな。それに、宗春が行っていた新興商人の受け入れの緩和は、有力家臣や地元の大商人の既得権益を削ぐやり方だったのよ。だから景気がいい時はともかく、いざ引き締めともなれば、いい加減不満も表立ってくるわ。そりゃそうだ。ここで少し話を変えて、尾張藩と朝廷との関係を見てみます。尾張藩は代々朝廷と深いつながりを持っていた家だったんだけど、この頃、当の幕府と朝廷の関係には深い亀裂が入っていた。そうか、水戸の大日本史の出版についてだな。そう、水戸黄門で有名な徳川光圀が編纂を始めたことで有名な歴史書、大日本史。幕府は10年以上も前から、この歴史書を刊行すべく朝廷に許可を求めていたんだけど、徳川家が祖とする新田家が仕えていた南朝を正統とするその内容は、北朝の血筋であった当時の朝廷には受け入れられるはずもなく、ずっと放置されていたの。それを幕府が無理やり出版してしまい、朝廷の怒りを買ってしまったんだな。そんな中で即位した当時の桜町天皇にとっては、将軍家は遠い存在であり、義道の娘を御石家である九条家に嫁がせていた尾張は大変近しい存在だった。そして、その幕府に逆らうような政策を取り続ける宗春を、大変評価していたと伝わっているわ。宗春は反幕府派の天皇に好かれていたっていうことになるわけだけど、これが何か。まあ一応記憶に留めといてって意味で。さて、宗春が領内から借り上げを行った年の翌年、元文3年3月。宗春は参勤交代により江戸へ向かうのですが、この直後の5月30日、名古屋城内で重臣たちによるクーデターが起こるのです。クーデター。そう、この時評定所へ主だった役の者が呼び集められ、家老から驚くべき指示が出された。今後は宗春の命令を聞かないこと、法令を宗春以前のものに戻すこと、という。なんじゃそりゃ。それじゃあ宗春はもう藩主じゃないってこと？江戸藩邸で宗春の主君押し込めがあったという説もあるけど、正式にはまだ藩主のままね。ただ、留守にした国元は、権限を重心に抑えられ、宗春の政策は次々と否定された。特に、今まで宗春が頑なに実施してこなかった、百姓や町人に対する増税を即座に実施し、領内は一時混乱に陥るほどであったの。まさにクーデター。でもさ、こんな大それたことを家老たちでできるのか？もちろん背後に幕府の存在があったのは明白よ。このクーデターを首謀したのは、助家老、竹越正竹なんだけど、正竹は、以前から老中である松平の利里と、内々のうちに宗春失脚の相談をしていたと言われていて、聡明で有名な正竹が、こんな領民を混乱するような政策を実施したということは、よほどの圧力があったのは間違いないわね。あれほど嫌がっていた領民への圧政に、宗春の胸中を考えると切ないぜ。この国元でのクーデターに、江戸藩邸を動けぬ宗春は無力だったわ。宗春は毎日祈祷をし、両国の安泰を祈っていたという。さて、終わりでクーデターが起こったこの年、各地で大規模な一揆が多発する。日本各地で不穏な空気が吹き荒れる中、朝廷では、天皇一代の大行事、大上絵が50年ぶりに行われることとなる。それってこの前やったあれか。そう、各地で飢饉が起こる中、天皇が五穀豊穣の祈りを捧げるこの行事は、朝廷の権威を示す格好の機会になったわけ。でもこれは幕府の威信を傷つけることになるんじゃ。表面上は幕府も賛同し、大々的に行われたものであったのだけど、各地で起こる飢饉を抑えられなかった立場の幕府が、しぶしぶ許可したのが本音だったようね。江戸時代にも大人の事情がたくさんあるのね。元文4年正月、大上への使者が江戸に戻り、吉宗に報告をあげた直後、吉宗は慣例の行事を代理に任せ、病と称し奥に引きこもってしまう。そして、同年1月12日、尾張藩の家老が内々に江戸城に呼び出され、藩主宗春に対し、領国を混乱させたことを理由に、蟄居謹慎が言い渡される。この時宗春44歳、藩主になってからわずか9年目の出来事であった。さて、吉宗によって行われた財政再建は、一応の成功を見せます。それは赤字であった幕府の財政が、黒字に好転したからです。しかし、これは過度な倹約令と増税による結果であり、百姓や町民の大きな負担の上に成り立つものでした。結果、各地で一揆が増加し、それがかえって幕府の権威の低下につながったのです。それでも幕閣は、これを八代将軍による偉大な功績として大々的に喧伝。以後の世においても、吉宗はその時々の為政者のお手本とされ、徳川幕府の中高の祖と言われるまでになっていくのです。その吉宗を信奉する者にとって、この宗春の行った慈愛の政治、そして、その存在自体が大変邪魔なものでありました。宗春の隠居後、幕府は徹底してその功績を消しにかかります。尾張藩の後継について、幕府は宗春の領地を相続させるという形を許さず、尾張家を一旦召し上げた上で、新たにいとこの宗勝に与えるという形をわざわざ取っているのです。これは、宗春を尾張徳川家の先祖とは認めないということに他なりません。つまり、宗春はその藩主であったという事実自体も消されてしまったのです。尾張家では、宗春時代の一切の政治が否定され、その痕跡は徹底して隠されました。宗春時代に建てられた遊郭や芝居小屋も取り壊され、あれほど賑わっていた名古屋の町も、火が消えたかのように元の大きな村に戻っていったのです。一方、江戸から名古屋に送られた宗春は、名古屋城三の丸にある屋敷に幽閉され、一切の外出は許されませんでした。それは吉宗の死後まで続きます。しかし、一見失意のまま過ごしたかのように思われがちな宗春ですが、その生活は悠々自適であったと伝わります。また、険悪であったとされる吉宗との関係も、使者を通して景色伺いをされるなど、相当気にかけていたらしく。宗春もまた、晩年移り住んだ広大な下屋敷で、藩主時代に吉宗より下賜された、薬用の朝鮮人参を大切に育てていたと伝わります。そして、吉宗死後、ようやく先祖の墓参りが許された宗春。宗春一行が外に出ると、彼が通る道には、人々が宗春のために用意した、たくさんの提灯が並べられていました。この提灯は、彼が藩主であったその昔、人々が夜安心できるようにと街中に飾った、思い出の光景でありました。そう、人々は彼のことを覚えていたのです。宗春たちを見送ったたくさんの人たちの中には、彼を知らない世代の者も大勢いました。幕府が必死になってその存在を消しにかかる中、人々は密かに彼の功績を伝え続けていたのです。この世に、人の死は二度訪れると言います。それは本当の生命の終わりと、もう一つ、人々がその存在を忘れてしまった時です。宗春は元和元年、69歳にてその波乱の生涯を終えます。しかし、彼の残した慈愛の心は、彼を慕った大勢の人々によって語り継がれていきました。そして、天保10年、その死後75年目にして、宗春はその名誉を回復。ここでようやく歴代藩主として列せられ、ジュニーゴンダイナゴンが追贈されるに至るのです。そして現在、昨今続く歴史ブームの中、宗春は、尾張で最も有名な藩主として、全国の人々に知られるようになりました。慈愛に溢れ、名古屋をかつてない繁栄に導いたこのお殿様は、今も人々の中に生き続けているのです。といったところで今回は終わります。なんだか今回は濃厚だったな。結局宗春の謹慎は何が原因なの？まあ、表向きは領内に乱れを生じさせたため。だからその黒幕はおそらくは幕府の松平の利沙と、そして吉宗ってことになるわね。自身に逆らい続けた宗春を、吉宗が耐えかねて失脚に追い込んだ。これが定説だよな。でも、なんか朝廷との関係もちらほら。そう、この宗春失脚の直後、吉宗は多額の献金を朝廷に送って、緊張状態にあった関係の修復を図っている。それってもしかして、大日本史で恨みを持っていた朝廷が、つながりの深い尾張に何かしらの働きかけをして、それで、それはあくまでも推測の一つに過ぎない部分よ。でも、見方を変えてみれば、この宗春の蟄居には不自然な部分も多く、そこは研究が待たれるわね。気になる人は調べてみてくれってやつだな。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか？この宗春は、今でも名君、暗君と議論が尽きない人物でもあります。まあ確かにお家を窮地に陥らせたわけだもんな。でも、宗春が行ったユニークな政策の数々は、見方によっては様々な捉え方ができる、興味の尽きないものなのよね。そうだよな、破天荒な中にも未来を見据えていたというか、本当に当時のお殿様離れしていた人物だったよな。そう、まさにお話の中から出てきたかのようなお殿様が実際に存在した。そんなところが、宗春という人物に心を引きつけられる、大きな魅力の一つなんではないのでしょうか。最後に皆さんのご意見ご要望、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけましたら大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。